はい、みっこです。骨盤底筋のためのストレッチと呼吸法、体操をやっていきましょう。まずはストレッチしますね。息を吸いながら頭の方に伸びて、吐いてお尻の方を通します。うんと気持ちよく伸びてください。息を吸いながらうんと伸びて、吐きながらお尻の方を通します。肘は曲がっていても構いませんよ。手を見ると大きく回せます。息を吸ってうーんと伸びて、吐いてお尻の方へ通してきます。もう一回いきますか。息を吸って伸びて、吐いてお尻の方を通します。さあ呼吸の練習をしていきますよ。片手を肋骨に、片手をお腹に当ててください。お腹をへこませたまま胸式呼吸を行います。息を吐いて肋骨から空気を出してお腹を薄くします。鼻から吸って肋骨を広げて空気を膨らませてください。口から吐いておへそを背骨に近づけてお腹を細く細く、首は長く、背筋を伸ばします。肋骨を、息を吸って膨らませます。吐きましょう。口から吐いて細く長く、今お股吸い上げができる方は入れてください。もう一呼吸、息を吸って肋骨に空気、口から吐きますよ。はぁ、細く長くです。お腹細くです。お腹を突き出さないように気をつけてください。はい、吐き切ったら反対側へ行きましょう。はい、では体を楽にして反対です。息を吸ってうんと伸びましょう。吐いて戻ってきます。肘は曲がっていて結構です。息を吸いながらうんと伸びてください。吐いて遠くを通して戻ってきましょう。目で手を追うといいです。息を吸いながらうんと、どうぞ吐いて戻ってきましょう。さあもう一周いきます。足も少し伸ばしましょうか。息を吸って吐いて、戻ってきてください。はい、では片手を肋骨、片手をお腹に当ててください。口から息を吐いて、おへそを背骨に近づけてお腹を薄くします。肋骨に空気です。息を吸って。はい、口から吐いてお腹を細く、肋骨から息を全部出します。もう一度行きましょう。肋骨に空気、鼻から吸う。口から吐きますよ。お腹が細くです。息を吐くときにお腹が膨らんでしまう方いらっしゃるから気をつけてください。お腹薄くしてください。吸って、肋骨に空気。はい、吐きましょう。全部吐きます。はい、結構です。では、骨盤底筋体操いきましょう。仰向けになります。はい、仰向けになったら、骨盤を斜めに傾けたいので、お尻の下にクッションを入れます。一つだと傾きがうまく作れなかったりするので、二つ入れることをお勧めしています。腰骨と恥骨で作った三角形が床に対して斜めになるようにしっかり作ってください。体はまっすぐにしておきますよ。足は楽に開いてください。では、長めに引き上げる練習をしていきましょう。息を吸って、吐きながらお腹を薄く、そして骨盤底筋をキューッと中に引き込むようにしてください。このまま軽い呼吸を続けて10秒、引き締めをキープします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、緩めましょう。息を吸って、吐きながら引き締めます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、もう一回です。息を吸って、吐きながら引き締めます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、緩めましょう。今度は短い呼吸です。息を吸って、吐いて締めます。キュッと締めて、緩めてから息を吸います。吐いて締めます。緩めて息を吸います。皆さんまっすぐ天井、吐いて締める。緩めて吸う。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 最後、吐いて締める。緩めて吸います。一度楽にしましょう。
少し休憩を置きます。はい、もう一度行きましょう。息を吸って吐きながらキューッと引き込んでください。息は止めずに10秒キープします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、緩めましょう。息を吸って吐きながら締めます。キューッと中に引き込むように吸い上げてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、緩めましょう。もう一度です。息を吸って吐きながらキューッと引き上げてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、結構です。今度は短い呼吸でいきましょう。息を吸って準備、吐いてキュッと締める、緩めてから吸う、吐いてキュッと締める、緩めてから吸う、吸い上げるようにキュッ、緩めて吸う、吐いて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 キュッ、緩めて吸う。最後です。吐いてキュッ、緩めましょう。ふわっと緩めてもう一度いきます。長めのやつです。息を吸って吐きながらキューッと引き上げてください。さあ、そのままキープしますよ。そのままキープしていただいて、お尻からクッションを抜いて降りてきましょう。クッションなしで行ってみます。息を吸って吐きながらお尻から背骨を一本一本上げて、膝から肩まで斜め一直線です。自力でできる方はこの姿勢でいきましょう。息を吸って吐きながらキューッと締めます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、緩めましょう。息を吸って吐いて引き上げます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、緩めましょう。息を吸って吐きながら引き上げます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、結構です。息を吸って降りてきましょう。背骨一本一本下ろしてきます。さあ、最後は短い呼吸を10回繰り返します。お尻がグラグラしないように練習してみてください。吸って吐きながら上がっていきます。背骨を一本一本動かしてください。お腹を突き出さないで、おパンツの柄を自分の方に見せるようにします。息を吸って準備、吐いてキュッと締めます。緩めて吸う、吐いてキュッと引き上げて、緩めて吸う、吐いてキュッと締める、緩めて吸う、吐いてキュッ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 、緩めて吸う。最後、吐いてキュッ、緩めて吸います。息を吸ったら吐きながら降りてきましょう。背骨を一本一本下ろしながら、骨盤底筋吸い上げながら降りてきてください。はい、かかとトントンしてください。はい、お疲れ様でした。今日は骨盤底筋のためのストレッチ、呼吸法と骨盤底筋体操をやってみました。骨盤底筋体操は毎日やって2ヶ月ぐらいで効果が出るって言われてますので、諦めずに毎日コツコツ練習してみてください。はい、それでは今日はこれでおしまいにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。